みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はリスナーさんからの質問、アイスボーンでの猫の研磨率の砥石回数の減少を教えてください。ついでに砥石のあれこれも説明していきます。今回は猫の研磨術を発動させ、400回分のデータを紹介します。まずは基本的な知識として、スキルなしの状態では、砥石のアクションは4回です。ここに砥石使用高速化を使用すると、各レベルに応じて回数が減ります。猫の研磨術では、研ぎ時間が短くなりやすいという表記で、具体的なものはわかりません。武器出し状態でアイテム使用の四角ボタンを押しても、納刀されるだけですが、ショートカットからでは武器出し状態でも使用できます。これは切れ味でも同じです。切れ味の切れは砥石回数を2回に、上ヒレでは1回に短縮されます。上ヒレは 75% の確率で再使用が可能になるため、非常に便利なアイテムです。スキルの砥石使用高速化とは重複しません。猫の研磨術と砥石使用高速化、この両方をつけた場合、回数の少ない方が選択されます。さて、肝心の猫の研磨術ですが、400回の結果はこのようになりました。1回短縮が262回、全体の 65.5%、 2回短縮が80回、全体の 20%、 3回短縮が58回で 14.5% となりました。戦闘中の場合、切れ味と同等の2回は隙も少ないですが、全体の 34.5% という結果になりました。発動条件としては、お食事券が必要なものの、赤色2枠なので比較的簡単に発動できます。ただし現在では切れ味の上ヒレが簡単に入手できるので、無理に研磨率を発動させる意味は少ないと言えます。今回は砥石関係を簡単に紹介してみました。実践で活用してみてください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。